長スクジラは、哺乳工具定木長スクジラか長スクジラ族に属するクジラ類。北半球、南半球ともに、緯度20度から70から80度にかけて、北半球では、オホーツク海や日本海にも分布する。長スクジラの生息域局地などを除く、世界中の海に生息。ただし、熱帯海域ではあまり見られない。そのため南半球の個体群と、 北太平洋、北、大西洋の個体群は地理的に隔絶されている。外洋性であるが深さのある海域では沿岸部によることもある。単独、または数頭の群を作る。また、他のヒゲクジラと同様に、1年の3分の1の期間のみ、極地で餌を捕食して、繁殖のために温帯へ回遊している。ガスクジラの全身骨格全長を押す25メートル。 メス27メートル。体長20から26メートル。体重30から80トン。現世では世界最大の白流すクジラに次ぐ大きさ。溝はへそまで達し、数は50から60本。背面や側面は黒か主色で、覆面は背も含めて白い。体はスマートで細長く、体色と背面は濃いグレー、あるいは茶系の黒で、 腹部は白色。腹部から続く白色の模様が顎の右側まで回り込んでおり、色分けは左右非対称である。また、クジラヒゲも右側前方のみ白色部がある。タンから噴気口にかけて流気線が走るが、ごくわずかであるが、似たりクジラのようにさらに2本の副流気線を持つものも存在する。背中にも背びれから尾びれにかけて流気部が存在する。 上顎は細長く、先端が尖る。ヒゲは、髭板も剛毛も青黒色だが、右側のヒゲの前面だけは、乳白色。背びれは高く、三日月型だが、胴体の後方に位置する。背びれの形態は小さく釜状。一般には、先端が尖るが、変異も多く、丸い個体も存在する。同じ、長スクジラ科に属する、イワシクジラ、ミンククジラ、ニタリクジラ。 ノシ島クジラ、カツオクジラなどと誤認しやすい。少なくとも二つの異なったアシュがある。主に亜熱帯から寒帯にかけての外洋に生息する。カキは、採食のために高井戸地方へ回遊する。北半球では、サンマッシャもニシンイワシ類、サバ類などの魚類を、南半球では、オキアミ類を主に食べる。群れた獲物に突進して、海水ごと口内に含み、海水を、 クジラヒゲの隙間から排水しつつ、クジラヒゲで獲物を腰取って食べる。ガスクジラの接触様式は、突進祭時と呼ばれている。これは、海水中を高速で泳ぎ、海水に含まれる小魚やプランクトンを腰取る、露過接触の一種である。ガスクジラの尿の生成量は1日に974リットル程度と、水産されている。これは海水を大量に飲んでいるわけではなく、 排出される水分の大部分は餌であるオキアミ等に由来する。繁殖様式は耐性。主に陶器に交尾を行う。妊娠期間は11ヶ月。授乳期間は6から7ヶ月。古くは遊泳速度が速く死骸が沈むことから捕鯨の対象とはされていなかった。19世紀に近代式の捕鯨方法が開発されたことで捕鯨の対象とされるようになった。 南極海では1904年から捕鯨が開始された。1976年以降は北太平洋と南半球で1990年以降は北大西洋で商用捕鯨は停止された。2018年現在では本種に対する大きな脅威はなく生息数は増加傾向にあると考えられている。一方で船舶との衝突や 漁業による混核などによる影響が懸念されている。他の大型のクジラのように20世紀の捕鯨による乱獲で絶滅の危機にある種とされており、1976年から北太平洋と南半球で1986年から全世界で捕獲が禁止された。その後アイスランドは捕鯨再開以後は捕獲対象としている。 南極海の個体はかつては40万頭、生息していた ISBN40 億6257万1080158ページ。1999年1月に科学雑誌シネーチャーにハーバード研究チームの論文が掲載され、その論文の中で日本で白長スクジラの肉が売られていると報告された。その根拠になったのは大阪で販売されていた芸肉から、 絶滅寸前の白長スクジラの遺伝子が検出されたことであった。この報告により国際学会は騒然となった。これは後に長スクジラと白長スクジラとの交雑個体であったことが判明する。ありがとうございます。